なんだよ。今日ので十分酔ってるよ。今日は最初から酔いたくて来たんだよ。お前に観察力がないからだよ。なんだよ。好きにしろ。タバコ取るから。なんだよ。知ってるよ。やっぱり似てるな。男とするのも、こんなに男に惹かれたのも初めてだよ。おう、なんだよ。言いたいのか。2杯で2日酔いかよ。情けない。分かってるよ。うがいして水飲め。二日酔いは寝てるより動いた方が早く治るぞ。
タバコ吸いに行ってくる。前路で。来てから来いよ。昨夜は確かに気持ちよかったけど、だからといって四六時中目の前でブラブラさせててほしいわけじゃない。女みたいなのは顔だけか。なんでもないよ。佳境だな。2052年のアップデート履歴まで解析は終わった。かぐや一人になってからアップデートは行ってないだろうから、残り2年分だな。空が見たスイッチの記述もあったよ。外部信号を受けた人工バトが人体を攻撃するように機能が追加されてた。倒れた時に見た装置は人工バトに攻撃命令を出すスイッチだ。かぐやが？外部の生存信号をフラグとした生体補助機能もあった。これは2046年に追加されてる。これでイザナ博士の動機ははっきりした。いや、この年はメジャーアップデートは2回しかない。もう一つは音波によるアップデート信号の受信機能。電波食いが始まった後のアップデート方法の緊急措置として組み込んでおいたんだろうな。電波食いが続いている原因になっている機能があるとすれば、53年とイザナ博士が死んだ54年のアップデートの中にありそうだ。明日には終わるよ。お前の方はどうなんだ？上出来だな。今日も泊まっていくのか？分かった。
2046年以降にイザナ博士が追加したアップデートの解析は終わった。終わったんだが、最後の1年は通信ルートの選択メソッドを微調整しているだけだな。この状態なら今電波食いは終わってるはずだが。まあいい、データが揃えばあとはあらゆる可能性を検証していくだけだ。どっちみち前には進める。だがそうか、何か出てくると思っていたんだがな。お前の方は？前にイザナ博士の AI プログラムが紛れてただろ。ああいうイレギュラーなファイル入ってないか？屋上にいる。ああ、ありがとう。そうかもな。ずっと吸ってるから、いろんなことを思い出す時間だ。なんだよ。
したいことあるんだろう。自分は話さないくせに人には質問攻めかよ。いろいろだよ。イザナ博士のこともかぐやのこともお前のことも考えてたよ。この前のセックスのことも思い出してたよ。これで満足か？どうしてそんなこと聞く？お前、一回抱いただけで恋人面か？ブブだね。してたらどうなんだ。お前に何の関係がある？お前が抱いた私の体が他の女にまさぐられてたら耐えられないのか？お前が知らない誰かの愛部に私が感じてもだえてあえいでたら寂しくて胸が張り裂けるか？女が女に惹かれる気持ちが理解できなくて怯えてるのか？酒の勢いでお前に抱かれたわけじゃない。お前のセックスは良かったよ。それだけじゃダメなのか？ダメなんだろうな。顔に書いてあるよ。なんでだよ。